5月15日に情報修正の入ったノーマル演術術を紹介するよ。スペックは先陣が発動して角北畑と同じ数値とスペックに光るところなしとなれば、計略目的で採用することになるけど、その計略の癖者、今回の情報修正で四季5でブロックプラス8チロックプラス4になったというと聞こえはいいものの、巨大化するもヘレンのような速度上昇や回復、ディアンヌのようなドーム効果はないから、割と溶けやすい。効果時間は次5カウント撤退時に乱戦中の敵に知力ダメージ、斬撃ができなくなるため敵のフェイシュアクションの敵になりやすく、武力13を撃破されないまま耐えて勝つ効果、終了時の自爆に敵を巻き込むには乱戦する必要があるため、かなり実戦で活躍させるのは難しい計略に感じたかな。とはいえ今バーチョンのノーマルカードの情報修正は演術と虚空の教えのみ、虚空の教えはノーマルタンで使ってあげることがほぼ不可能やから、演術の可能性を感じられるようにある程度使い込んできたよ。というか今回の調整内容は正直に言ってしまうとあまりやる気を感じられないのが本音。孫武は舞台流八のみの加法、光陵はノータッチ、関心でも範囲縮小のみで、新カード5周目のインフレ期間が続くのは何だかなと思ってるよ。プレイヤーは強いカードを使うのは当然のことやし、それはいいんやけど、運営に選ばれたカードを使わないと勝てないみたいな状況が長く続くのは複雑。そんな感じで個人的には次の調整でもう少し落ち着いた環境になるのを楽しみにしていようかなって感じよね。そろそろ試合の話に移ろうか。デッキはこちらではなくお相手ながら金龍命名正規を絡めたぶつかり合いを被害で抑えるのは難しいデッキ相手やから、そこまでにリードを取れたのは良かったかな。ここを甘く落としたのは次の攻防でだいぶ悪い影響出てきそう。どけ、ぬわぎゃぬわぎゃー！
戦の先には再生があっておるぞ。これが皇帝の力じゃ。ほらよ、打ち抜け。助けて。ほらよ、敵陣はどっちだ。打ち抜け。なんとか現実活躍。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。打ち抜け。蜂蜜はどこじゃ。神宮島をなめんなよ。セブロ。ほらよバカ。ぬわぎゃ。打ち抜け。ほらよ、ほらよ、クズが。これが皇帝の力じゃ。セブロ、クズが。バチモノめ、木の中、雪の中。ここの高音が入れば目視の間違いの可能性もなくなって勝ちかな。今回は2試合やるよ。しよう。敵を誘い込め。クズが。撃つよ。クズが。クズが。クズが。ハチミツはどこじゃ。撃つよ。発動。一の方、撃つよ。下れ。
撃つよ。くだれ、気をつけて撃ち抜け。撃つよ。風の動き一つまでもこのビブキが動かしているのさ。突撃せよ。真空刀をなめんなよ。突撃せよ。セブロ撃つよ。セブロ突撃せよ。突撃せよ。撃つよ。息子を頼む。ぬわぎゃー、セブロ敵を誘い込め。流派発動。三の肩玉切れか。見ろ肩。撃つよ。公正に敵陣はどっちだ。前期これが皇帝の力じゃ。そんな、あれ真空刀をなめんなよ。俺からの挨拶代わりだ。セブロ、イヒー、助けて。息子を頼む。くだれ、突撃せよ。攻撃の要請に転じる。セブロ、俺からの挨拶代わりだ。真空刀をなめんなよ。前期解放。撃つよ。突撃せよ。イヒン、撃つよ。これが皇帝の力じゃ。流派発動。二の肩。風
風の動き一つまでもこのビボコが動かしているのさ。撃つよ。ぬわぎゃはー、くせもろ突撃せよ。ご視聴ありがとうございました。